ところがな、西浦太陽から石破太陽、そして鳴人太陽って一気に行くかもしれない。橋本徹も山本太郎も逮捕される可能性がある。ね。それやったら安全や。トップではほんまに魔術師が逮捕される約束やから。それは原発使ってもどうしようもないね。タイムマシン使ってもどうしようもないね。逮捕されたくなかったらトップから逃げるしかないだけやから。それは具体的にどういうことかって言ったら、マトリョーシカが移動やねん、単に。トンネル効果とかタイムマシンとか言いながらね。それは原発でできるわけ。なんでかって上から降ってくるのが放射線物質。下から上に上がっていくのが素粒子やねん。それに関する技術が江崎レオナ先生の発明。さて、それをくれっていうわけで、江崎グリコ社長が監禁された。江崎グリコ社長は、僕は関係ないじゃないか。何を言いたいんだ、君たち。江崎レオナと江崎グリコ社長は、全然関係ないんだ。何を勘違いしてるの。過去や、江崎レオナ。転生、輪廻転生の話だったら、そういうこともあるだろうけど、だから何なんだ。お前らだとそれなら、江崎レオナの前世か、愛せだろう。名字が一緒だからって、それが何なんだって。名字が一緒なら転生関係が近いのか、この野郎って江崎社長、グリコ社長が。賢いだけに、ずっと反応して、その賢さは怪しいと言われた。グリコ。だからちょっと石破どうなんか心配けど、でもどのくらい反省してるか知りたいっちゅうのもあるね。きったん女子族かな。ボディはもともとうちの細胞やから。そやけど、みんなな、全員な、ボディはもともとうちの細胞のコピーですよって言ってるやん。うちの周辺細胞ですよって言ってるやん。周辺細胞、周辺細胞なりにタイムマシンで楽しんでたんですか。最初はね、楽しんでたでしょうね。うちのマトロスピードだけやけどね、結局はね。そやけど、じゃあ石破まで逮捕されて、成田まで逮捕されたら、ついに奴らが罪状を吐いたと。いや、うちも言ってるやん、連中何やったか。じゃあ逮捕やんな、これな。石破もそう、要するに成田もそう、河村も逮捕やな。で、三木谷も逮捕やな。で、西浦も逮捕。で、山本太郎も逮捕、橋本太郎も逮捕。あの辺全部逮捕やな。まあ、先住民系からも、夏一郎とかはさすがに逮捕される可能性があるけど。あいつ逮捕されたらペラペラ喋るかもしれんな。そうなんですよ。工作に潜入して、こういう電池のこと調べてたんですよ。ペラペラ喋るかもしれんな。わからんけど。笑ってる場合じゃないかもしれませんけど。だからそれっていう感じで、多分安全やと思います。ね。こんだけ分かっちゃってんからね。すっかり。